安倍晋三の祖父は昭和の妖怪、岸信介の歴史。山口に生まれ、岸家の養子になります。予備校に通うも遊び癖がつき、成績は底辺になるも、高校からは成績優秀で東京帝国大学に入り、法律の勉強に集中。社会主義に惹かれるも、北一揆や大川周明の国際主義に魅了されます。卒業後、農商務省に入り、後に満州国経営においても活躍。軍財官における人脈を作りつつ、政治資金をどこからともなく調達。東条内閣に参画し、徐々に東条と対立。結局内閣は倒れます。戦後は永久戦犯として巣鴨プリズンに投獄されるも、出獄し冷戦激化の中で公職に復帰。鳩山と日本民主党を結成し、保守合同を主導。自由民主党を作り、後に岸内閣成立。対米自主外交を推進し、安保改定を押し通して総辞職しました。彼は右翼の男にナイフで刺されて重傷を負ってます。10時間世界史、12時間日本史で検索。